やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。加藤、こちらの試合です。まあ、ここで2打りはほぼ取れるので、後回しで他に何か取りたいチャンピオンがあれば取っていいと思いますが、おカイサー、カイサー、まあ、カイサーもレベル1のアルティメットのグランが長くなりましたから、ザヤトが対応しやすくなりましたね。おお、2打りではなく、あこれ来たねー、まあ、ありやな、赤ちゃんだー。まだ持ち札が高い。明かりかー、一発目明かりは気も座ってんなー。何が出るんだろうこれ。ジャングル、ノクターンか。まあ良くなってる。レールをピック、レール。まあでもザヤ相手にノクターン出すのちょっとなー。もう狙って作ってるような、そういったドラフトになっています。レールピック、一つ実戦ゲージができるチャンピオンが欲しいですね。あでも強気ですね。サイラス、実戦ゲージを取らない。サイラスか。あ、バードくんの？めちゃくちゃ強気ですね。バードかパイクかでアッカーマン悩んでますけど。本当ですか？せめてアリスターですよ。さあ何を取る？アリスター取られちゃうときついね。アリスターですよ。いやアリスター取られるのきついな。パッと思いつかないですね。オラフヘコリムあたりになりますか。行きますか。ヘコリムかなりな不正でしたけど、変えても積むとダメージが出ない変更な変更になった一方で、 AD を積むと以前よりはダメージが出るようなビルドになったので、なんですかストライドブレーカーとか、はい、そういう AD 系のアイテム。怖いよー、怖いよー、ヘカリムは怖いー。だ一応俺のレートのソロ級だともう全然ヘカリムうまいやつはマジでキャリーしていく。ソロ級勝率45とかでしょ。どうですかレバロさん。いやーいやー、まあ、ヘカリムが気になりますね。負け出すと多分これかなりきつい。ウェーブクリアがなさすぎる。頑張れー、マジで頑張れー、ぶちかませーフェブ。ミッドトップでまずはデザインしますね。有利を築くと、お、すべてのレーンで作っていますから、そこをどこで生かしていくかになると思います。きつい心臓きつい。お願い、エネクトンもアカリも戦闘が結構長引くから敵硬くてセクション持ってるね。明かりイグナイトいいね。ただジャングルイグナイト2枚なのもでかい。これレーンへの関与は遅れますから、スティール選手の関与なしで主導権握るとベストですか。まあこれ履修した分しょうがない、しょうがない。おい、ナイスよけ、ナイスよけ。シチュエーション3あるよ。明かりはスキルセット揃ってからということになります。レベル3でようやく戦えるようになって、レベル6からイグナイトを使ったキルラインが見えてくるというようなマッチアップになります。ちょっと待ってくれー。ちょっといきなりソロキルです。征服者のスタックを安易に試させてしまいましたね。どうしたどうした。ちょっとアリアこれ緊張してますか、ね、いやこれ緊張だねー。まだ全然あるよ。サイラス暗記でちょっと厳しいけどね。でもイグナイトに、さっき言ったようにイグナイト2枚が多分効いてくる。こうなるとレネットの方が有利。私はかなりセーフティーです。あーただまあデノネションを稼ぐ。おー先にインフィニティスポーツに入りました。フラッシュ、キャー、怖いよ、アリアさん怖いよ、安心させて、俺を安心させて。入っていく ?WQ? ミニオン状況勝ってる。
になります。アフターショックが切れたタイミングでの反撃でしたか。さあボットリプレイです。うめえ、アフターショック切れるタイミング、うめえ。数で勝っているんだ、ダメージを取ると勝てるだろうという判断でしたけども、今のミニオン状況で負けるんだ、結構いたけどね。FM がトップサイドを中心にゲームを作ってくる試合が多いというところを研究した上で、ディパードですね。コントロール。うわすごっ。確かにブルー側のピンク2個狙いたい。アリスさんまで来てない。いやプッシュ間に合わないか。もうパッと入った方がない。いい。ミス。仕掛けますがフラッシュでうまくさばきましたホワイトロータス。まあサマスペ落ち、サマスペ落ち、サマスペ、いやナイス判断でしょ。アリスターがトップいるの分かってるからボット仕掛けね。いやいいでしょ。コントロールできるんですね。いやホワイトロータス。うわ仕掛ける。イグナイトワールド。くわきちきちな。きちな。きち。でもこういった動きをエビは続けていきたいですね。そうですね。ああナイスよ、ナイスいなし、ナイスいなし。今のはもう嗅覚ですよ。今のは嗅覚。ボットプレッシャーをかけたといったところでボットサイド側にソリッドスネーク選手がいるというのは。あれネクトンの位置きちいな。そこワードないよね。視界全然取れてるんだな。でボットからミッドに寄ってるっていう情報は絶対ある。絶対ある、絶対ある、絶対ある。ベイト。バーサーシェ！いや、持ってってくれ！あーくそー持ってけねえかさらにはトップレーン、ブガックス 1V1、エビとの 1V1、どっちが取っていない。マジか。いや、惜しいな、惜しい、全部惜しい。いや、でも、いや、あのね、前に行く姿勢がある。エビくんがめっちゃいい。エビくん、心負けてない。エビくん、すげえよ。エビくんすげえ。球が届いていれば危なかったですよ。危なかったですね。ヘラルドタイミングレルが寄ってね。この時間帯ケアよ。でダイブのためのワードもあるからボット。これダイブされないね。ちゃんとケアできてる。ナイスヘラルド。いやマジ？死なないよね。ナイスラッシュ、ナイスラッシュ、悪くない悪くない。死んでたら怖かった今の。今の死んでたらマジ怖かった。ナイス。うわー、一冊強えな。それさ、ヘッカリマルティメットないでしょ。ないよね。いやでもフォーカス、ナイス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 、オッケー、解散に仕切る。よしナイスさん、ナイスさん、ナイスさん。カウンターで生かしましたね。さらにはこれでボットサイドヘルドを使うと。でかいよこれ、これでかいよ。アリスターでも6か、これでもフラッシュないもんね。共有できてるから、フラッシュ、アリスターがフラッシュないが共有できてたら、あーそうだね、そうだね、怖いよね。ですから中盤以降もダメージ求めてないと。はい。ですから、まあ、この時間帯、ヘカリムがレベル6になって、まあ、フェイズラッシュ使ったのヒットアンダーウェイだろうね。おっとトップセットアップ、ああユディアが来てるけど、どうなんだ。赤にナイス、いい当ててる、素晴らしいフラッシュナイス。そっからレネクトンフラッシュ落ちてるよ。サイラス TP 来てるけどイナス、完璧。あ、よく焦んなかったね今の。TP ダウンよ。ただのプラス。しかもでかい。作ってますか。すげえ。エビくんリスペクトだわ。心勝ってる。素直にヘルス伸ばしますか。そこを使ってくるということですね。羽の回収を当てると。スマイトないか。取れてないんだな。ウディアが取ったよね。まあ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 
ままもフロモに触ろうとしていますが、ここは警戒できています。デドネーションカズミ、トップレーンのテレポートの差があるというところを INF 生かしてドラゴンに触ってますね。デレンジャーフォーカスミーとしては、うん、全然ギブでしょ。テレポートさんそんなもんいらん。ファームですか。分かってますよね、これは。そうですね。ドラゴン獲得したのはインフィニティスポーツです。ボットレーンからミッドレーンへとロームしていくルートに必ず…ヘックのレベルが1負けてるなぁ。あ、そこデュアードできてる。またさっきと同じ状況。しかも今回はサイラス TP ない。決まるでしょ。いや、絶対決まる、絶対決まる。二人とも関係ない。ちょっと仕掛けるの早いか。いや、問題ない。二人いけ、ないね、ないね、ないね。十分、十分。エビ、おぉーすげぇ、今のは甘えましたね。というよりも、エビ選手のスーパープレイでちょっと判断が瞬間的に…ナイスエビ君にキルはでかいよ。読み自体はソリッドスネーク選手素晴らしかったんですが、エビ選手のスーパープレイが上回りましたね。先ほど言ったポン選手のリコールはバードで見えてますから、ヘラルド触りますが、リフトヘラルドに触る。ここはデドネーションカスミも寄りません。かなりそのソリッドスネーク選手よりもスピード選手の方がガンクの回数がここまで圧倒的に多かったんですか。その分だけファームが遅れてしまってるんですね、ええ、なのでここヘラルドを渡す間にこれね。さあボットダイブ、ブガックス、ナイスフィア、ナイスフィア、これ入ったろ。フィアで手前にして、エビが決める。スノーボールが確定したでしょう。これ征服者持ってんのもでかいよ。集団戦マジ前で、これ敵狙ってくんのが多分カイサなんだよね。クラーケンだし、サイラスがレルのアルティメットだったりアリスターもフラッシュしてくると思う。カイサがいなしたら勝てる。これいや順調に進んでるよ、本当に順調に進んでるよ。エビ君クレバーだよ。焦ってない、焦ってない。敵 2TP あるんだよね。レネフトまあ TP ないけど、まあドラゴンの時間には普通に寄れるしな。あ、捨ててる？あ、ドラゴン捨ててるわ。すべて魔法ダメージになりましたから。ミッドにヘラルドがこれ敵。どうしてこない？お、それどうすんだ？トップ狙いに行ってる。2発目ですよね。エビ君ナイスケア、エビ君ナイスケア、ナイスケア、ナイス下がり、ナイス下がり。ヘラルドがありますから、サイドレーンのタワーの破壊の勝負だと怖いよ。レレ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 レ見よう、レレ見よう。使いませんでしたね、使いませんでした。ただこれだと次のドラゴンタイミングまではヘラルドのクールダウン間に合わないですから、どこかで使わなければいけないと。そうですね、ここでスノーに使ってトップのセカンドタワーまで破壊しに行くというのが無難だったようにも見えましたけどね。おっとエビ、イグナイトル、イグナイト、ウルト、いや当たってる。いやイグナイトで落ちたでしょ。あー足りねー、アルティメット当たってたらキルでした。ね、勝てるのは確定してるな。テレポートも使わされてしまったというところを考えると、サイドのウェーブのコントロールを INF が取れてない、ええ、そのレーナーのファーム差が広がっていくんですね。となると25分段階の勝負といったところ、この3つのファーストタワーを破壊しなければ INF はかなり強くなります。TP? 明かりが若干浮いてる、明かりが結構浮いてる、明かり結構浮いてる。アルティメットないフォーカスが、フォーカス、レルのルトうまくない？レルのルトうまー！じゃあいいね、全然死ねえ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 。決めたね、カズーたし！いや、スティールとカズがしっかりと完璧。作りました。この後ミッドタワー取れるでしょ。このミッドのファーストを破壊したことはとても大きいですね。取れる取れる取れる、絶対取れるよ。ナイス、大ワード大ワード、関係ない関係ない。高められますから、サイドレーンのところでブガックス選手とコディ選手がファームしやすくなります。ただミッドレーンのところでデテンションフォーカスミーがソリッドスネーク選手とアッカーマン選手を抑えればそれもできない。分かるよ、ルートは空いてる、あ空いてる、レルがトップに寄ってる。いや、そしてエビがあの壁を挟んで追いかける。うわ今のうまっ、
あ、当たらず。反省でついていく。エンマから。ナイス。9よけだ。もう一回5連覇。ああ。ここは無理はしません。こういったところに1対1だと絶対にエビ選手が勝つような状況になってます。そこにアッカーマン選手やソリッドスネーク選手が参加しないような形をどこまで作れるかですね。なるほど。ああ、こんな形ですね。今ボットルにまさに行っています。アリアが1人、タワーダイブ、アッカーマン。アルティメットギリは開くか。これ CD 入ってる？上がったか。ウト、これ上がってるよね。フォーカスーサイラスだけど、あーまあアリサ、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 タワーはしょうがないね。ここですね、 INF としてはこの形でどこまでサイドに対してプレッシャーかけられるかですね。さっきのこれがミッドタワー取られたと。そうですね、いうことですか。大きなポイントですね。この集団戦すごかったんじゃない。 INF としてはこのミッドのファイトのところで被害を最小限に抑えた、うん、というところです。うわー、素晴らしい。あかりの裏 TP 効いてたね。意識がそれたな、完全に。あとヘカリムのフェーズラッシュいい。このミッドのプッシュのところをデトネーションフォーカスミカ、ザヤ倒したら構成的にダメ足んなくて勝ちかな。何をしなければいけませんか。どうにかしてザヤ倒さないといけないね。先ほどのようにファイトするというところが求められると思いますね。もうミッドレンでのファイトが大事。はい、いや、ここも徹底してミッドのプッシュからサイドラインへという動き続けていきます。駆け引きでファイトを狙ってるのはインフィニティ e スポーツでありますが、いや、サイラスはけ なんとかなる。カズ選手が面白いポジションに隠れてますよ。裏に入る。こっちの構成的にオールイン構成だから、ザヤがめっちゃ回答しやすいんだよね。すみません、コントロールワードはただ通路には刺さってる。敵の構成にザヤはドラゴンファイトではなく、まずは一旦ミットを押す動きです。スポーツ裏にカズ、いや、でも2人引いてる。うわー、それザヤ届かなそうだなー。いやー、バックしよう。一回バックしよっか。ゲッツ、いや、バックでしょ。レネクト、ステアリアはデッド。さらにはラチノスさん、コーディがドリブル切る。いや、止まらない。ユダボンフラッシュアウトしますが、ブガックス追撃。ナイスナイス、オッケー。ナイスいる。逃げレネーかー。やっぱザヤが落としきれねえ。レルがいねえと無理だ。レネクトは届かないとして、アリスターがいるから。レルのインチキエンゲージがいるわ。どうなってんの？ワンチャン数だし、ピンク見えてなかった。あー、映って。あー、行くコールと被ったのか、これ。あー、コール被ってるね。あー、これ敵のファインプレイだなー。コミュニケーションうめえ。レールありきだよ。集団戦はレールのフラッシュありき。いやー、ザヤストップ落ち勝ってるか。ですから、この4人のところでどこまで、タワーを守れるか。いやー、こうなるとウェーブクリアなんだよな、こっちチーム。きつすぎる。ウェーブをクリアできりゃ、どうなんだよなー。うわ、きつい。ミッド守ろう、ミッド守ろう、トップアスでしょ。テレポート、エビがテレポート。ナイス仕掛けだけど、タイミング合ってなくないか。ザヤどこいんだ。落としきれ落としきれ落としきれ、バックでよくない、バックでよくない。ラチノさんが避けましたが、それでも3キル獲得。インフィニティスポーツキルが拾えないデトネーションをかすみ、先ほどの集団戦が本当に痛かった。トップのインキビター破壊成功。インフィニティスポーツこのままエンドですね。エビ一人では守れませんか。なんとかゾニアを使って時間を稼ぎますが、ネクサスタワーを1本、そしてカズがアップしますが守れません。
いやー、コディが活躍 した集団戦から一気に持っていかれました。勝利したのはインフィニティスポーツとなりました。横から入るプレーはなんでだったんだろうな、わかんなかったな。集団戦結構悪くないかったし、ドラゴンファイトとかで堅実に取っていけばよかったかったけどな。いや、カズータ氏の入りがひどかったっていうか、あれはカズータ氏の入りってわけじゃないと思うんだよな。 FM の VC が行こうっていうタイミングでカズータ氏、あのコールがどうやって出たかじゃない。チームの判断で行こうってなった時にミッドでちょっと奥に行きすぎたってのもあるし、逆に言えばあれがちょっと奥に行ってなければカズータ氏の方フォローでよかったやん。いやー、悲しい、これ悔しいわ。いいとこまで行くんだけどな、日本代表。ここぞという集団戦で負けちゃうんだよな。うわー、欲しかった、ここの勝ち欲しかったよー。